ミニボートピアアガノは新潟県アガノ市にある協定場外発売場である。本項目では過去に併設されていた競輪場外車検売り場のサテライトアガノについても記述する。2011年11月26日に協定のミニボートピア競輪のサテライトの複合場外発売場として同時オープン。遊園地サントピアワールドの駐車場内にある。ミニボートピアは 新潟県内では初の協定場外発売場である。ミニボートピアアガノは、戸田協定企業団が施行管理しており、戸田協定場の競争のほか、全国の GISG 競争など24競争の勝ち船投票見を発売している。2016年7月2日より場内がリニューアルされ、従来の昼間開催2場からナイター競争を含む最大6場に、 発売場数が拡大された。弥彦村が試行管理し、弥彦競輪場の競争のほか、全国のグレード競争など昼間開催2場24、競争の勝者投票権を発売していた。2016年7月1日をもって発売終了となった。協定、競輪の両方が発売されていた頃の入り口は、共用で同一フロア内にあり、 床や壁の色でエリア分けされているだけでファンは自由に行き来できるので、協定と競輪の両方を気軽に楽しむことができた。館内に多数設置された42インチモニターで開催されている各レース場の状況を把握することができる。また、これとは別室で有料席が設置されており、専用の発売、払い戻し窓口と、 座席ごとに19インチモニターが設置されている。この他喫煙室、喫茶コーナーが設置されている。ありがとうございます。